事故に予定はありません。起きてしまった事故にいかに早く対応していけるか、お客様に安心していただくため、地元の強みを生かしていきたいです。おはようございます。自動車ディーラーの皆様に保険の重要性と理解をより深めていただきたい。車とともに安心を届けてほしいと思っています。安心を作る今日も。この島の損保大道火災。